要は榎本敦子さん、キュアイーグルスさん、あなたも日大の出身なの知ってましたよ。日大の卒業生知ってたから、デビュー当初も知ってるから。エンジェリック・レイヤーかな、もうあれなんでしょうな、あれショーン結構山内カップです共演してたの知ってましたよ。そうです、知ってましたよ、最初からね。マスクちゃう、まさか吉祥寺、千葉県の方だったの。東京の方じゃなくて千葉県だったんや、もう意外ですね。住んでた、びっくりやな、吉祥寺で。あれ、千葉県なの。ああ、ここの隣が、そう、びっくりやな。ああ、いやいや、まあいいんですよ、せっかく。なんアーズビジョンホールですね。紹介ね。要はアーズビジョンが上やった。そう、声優系仕様の中で一番上やった。うん。この次、まあプロアクションババンが一番強いけどね。あそこやって。あそこですよ。あそこ強いんやね。富田光成。知ってますよ。青人からあんな排除され、元祖エグザイルみたいにな、数名集めて、そう、出資金集めて、会社設立。知ってましたよ。10万円ずつ集めて。うん。ようあれでプロアクションくれましたね。すごいですね、本当に。知ってますよ、本当に。岡崎出資して、宇野さんは出資したの知ってますよ、本当に。出資金出しあれね、10万、エグザイルみたいに、そう、もう最低50万集まったら十分やったね。そうね、もうこの時点でね、おしましょう。結構青鬼から集団離党するもん多かったよ。もうこれで富田光成結成者のプロフェッション、まあ最初は排除されてたよ、むっちゃん。でもそれも終わった。そう、バブル期ね、架空世界で七夕革命で、ね、富田光成さん初めて顔出し出演登場しました。むちゃくちゃバリバリだった。山田康夫さんね、少年とか、ああお亡くなりになる、存命中です。そう、ああいうかじゃあ存命してん、しょうがんかねえと参加してたよ。とんでもないこったさん、もうとんでもないこったけ、かそれも大変な時代、もうこんなんしてもたよ。ほんで紅白歌合戦も中止になりました。24時間即刻中止ね。あ、勝利きます、平田久志、船橋洋一捕まってたよ。あの電通のね、里見一貫、里見はじめ、ご遺族捕まってた、捕まってたよ、里見洋一も。俺にヤグザ、全国で切れてもて、もうケッケしもだよ、ぶち切れてもだよ、極右の数千万の恐怖、戦争仕掛けだよ。でもこれでもダメだった、軍が出動しました。もう、あ、戦闘が長期化したよ、この壊滅したよ、一時で占領してもだよ。ほんで今ね、経済特化の街、国連の管理下に置かれました。占領下に置かれたよ。もうさすがに手に負えられない。もうね、レーガーさんね、中曽根さんを救うためにね、そう、アメリカ軍を出動させるって、でも軍事制裁まで、ミリタリーサンクションです、踏み切るほど、最低、最悪の事態、元祖止まらせます、やりかねん、この最低、最悪、最低、最悪の事態になって、こういうことでした、本当にな、動いたやん、もう寝るほど、剣と。ほとんど戦争座台でも、これは防衛軍が抑えました。完全に勝利しました。まあ、戦闘自体はもう9月まで続いたんや。革命自体はもう8月付けで終わりました。完全に終焉しました。戦闘自体は9月まで続いたんや。もうじゃあ日本全土に危機宣言、とんでもない戒厳令と非常宣言混ぜて、とんでもない、これはもう相当なき、もう中曽根さん切れちまって、もう日本全土でドンパチやっちまったよ、銃撃でもね。さあ、これが本体ですね。さあ、もう銃撃戦やるほど最低最悪なんて、さあこういうことでした。恐ろしいことや、もう革命と起こるとね、日本、そう、混乱するって言われました。さあ、はい、笑い事じゃないですよ、本当に。
混乱します。その混乱するって分かった。その今のまだマシな方、逆に言うと混乱します。混乱するって分かりました。そのもう日本全土は内戦状態に、まあ、単純に戦国時代に戻っちゃって状態になるって分かりました。多分本当に現実だ。多分リビアのような状態になるって分かりました。多分リビア中リビア化するって分かりました。セリアじゃなくてリビア化するって分かりました。東西とか南一部の地分離独立も取れて、もう内戦状態よ。あ、内戦状態よ。じゃあもう自衛隊も分もうねバラバラになってもて、そうなる事態になりました。多分もう最初は自民党公明党不正選挙してたんや、ずっと前から。それは小泉さんが証明しました。本当の民意でした。郵政解散は政党でした。間違ってなかった。間違ってなかった。知ってたからもう黙ってもて、ラグビーの野田さん二階堂氏反対したもんだ。規制撤廃に願いちゃって、逆の現象を持ってもね、願いちまって、日本ね、革命起こるとこんな起こるって、そのリビア内戦のようリビア冷戦って呼んでる、もうあの状態にありかねんって分かった。そのこれ内戦状態、この東京都23区も多分内戦状態の対象にあるわ、おそらくね。もう俺が想定したらこうなったと。もうこういうことを自衛隊も防衛出動来てちょっと抑え込めんだ、数千万の極右だ、武装起きた戦争や、もう大変なことになる、最低最悪だ。そういうことでした。もう戦争になる、残念やろ、戦争になるわ。滋賀県全域は戦場になるわ。もう知らないや、あの態度切れた。もう自衛隊の防衛出動機で使わせるので、ね、アメリカちょっと巡航ミサイル撃ってもらうとな、会場からちょっと、日本語ではフロムザスイって言われてる。ちょっと使ってこれで攻撃総攻撃してもらうしかないんや、滋賀県全域はな。もう戦争になるわ、もう滋賀県全、もう戦争になるって言われました。そういうこと、もう戦争になるよ。こういうこと今年の、パスポート同じこと、あの態度いけだ。俺だったらもう本気で、制定以来ね、自衛隊を制定以来初めての防衛出動機で使うわ。もうで爆撃も砲撃もかの戒厳令相当のね、その占領行為、そのね、ロックダウンが可能だった、ミリタリーロックダウンが可能だって軍事的閉鎖行為ができるって言われた。そのできるんや、そのとんでもない品物やって。なんで災害に、災害対策基本の緊急事態宣言、これは日本医師会とかにはな、その勝手に政府を作ってもって暴走するんじゃないかって恐れて、これで使用控えたんや。そう抑え込んでたんや、暴走するって危惧したんや。これであんなことになったんや。ああいう特捜をね、役人とこういう、ここはいいんや、インターキー、私あなたたちは有料です、ちゃんと対策練ってるから、これは私がちゃんとはっきり公言しますね。もう申し訳ないね、本当は撮影ないんだ、こういう施設です。そうすごいでしょ、こういう施設なんです、素晴らしいね。ここは24時以降からあっちのなパシフィックホテルと同じで、24時からね、翌5時59分までね、カードキーがないと入退場できません。だからね、チェックインが24時、そういうことで、3人目が23時59分までね、23時50分までに手続きを済ませてください。それ以降はもう責任取れません。違約金が発生してね、責任取れません。そういうことですね。これが、駐車場とか、こちらが提携中のね、ファミリーマートね、インターゲート内定ね、そういうことです。こういうことです。ここは有料です。ちゃんと対策は練ってますからね。対策は練ってます。もう私も警報器何度も分かってるんで、今後ちゃんと通知してますが、ちゃんと報告してくれてるね。こういうことでした。では東京都をね、もうちょっと強化しようと思った。ちょっと多摩地域は独立させるって発表しました。多摩地域独立させようって。さ、そういうことでした。なんか素顔を見てびっくりやろ。ちょっとこの後ろの鏡さん。
短パン履いてるんだよな。要はこういうこと、こういうこと、これって収穫したね。夏やったらよかった、冬やったらね、もう長ズボン履いて高生だろうね。あんまりこのホテルとかのこういうインターンはファジ提供のあのパジャマとかあの浴衣とかは、残念だけど、ね、外出じゃ使ったらね、失礼やからね、汚したら大変なことやからね。そういうことです、インターンエードさん。あなたたち有料やから大丈夫。大丈夫です、接客それは保証します、ね、感じでした。以上です。